おはようご覧の皆さん、おはようございま す, います石原さとみです。菅田将暉です。文章や原稿などの間違いを直す校閲と呼ばれる出版社社員にスポットを当てた10月スタートの新水曜ドラマ。菅田さんは石原さん演じる校閲部の主人公河野悦子に思いを寄せられるちょっと変わった作家を演じます。およそ4年前舞台で共演したことがあるという2人、久々の共演にお互いの印象を聞くと、大人になられたなぁと思いながら活躍はずっと見てたので、お姉ちゃんと弟みたいなこう距離感だったので、まあ一つ位が上がり男としてこんな嬉しいことないなっていう。今回一目惚れされる役柄の菅田さん、私生活では逆に女性のどこに目が行ってしまうのでしょうか。僕鼻フェチなんですよ。鼻とか、まあ、横顔、横顔だったらじっと見れるし、じっと観察、キモいとか言う言うならちゃんと言って、テレビだから俺にだけしか聞こえない音量でキモはちょっと傷つく傷つくから距離感だったので、距離感だったので、僕鼻フェチなんですよ。僕鼻フェチなんですよ。傷つく傷つくから傷つく傷つくから